皆さん、こんにちは。本日も Google 社員による Google ポリシーオフィスアワーの時間となりました。本日お届けするのは、私、アンダと。えー、私、金谷の。いつも通り、この2人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず Google からのお願いですかね。 本、はい、本オフィスアワーでは、ハッシュタグ、GooglePolicyOfficeHour を使って、えー、と開催しております、えー。取り扱うトピックとしては2点、主に検索に関して、そしてパブリッシャーポリシーに関して、えー、トピックを扱っております。 えー、そしてですね、まあ、ご意見、えー、ご質問についてのご意見、ご感想がある方は、ぜひこちらのハッシュタグ、Google Policy Office r をつけて、SNS に投稿してください。えー、またですね、えー、ご紹介した記事のリンクは、えー、後ほど本動画の概要欄に掲載いたします。 えー、そして最後ですが、私たちの励みになるので、もしこの動画、チャンネル気に入ってくれた方は、えー、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいでは、Google からのお知らせに移りましょう。金谷さん、お願いします。はい、えーと、それでは、最新のブログ情報をいくつかお伝えしたいと思います。まず1つ目が、この1年間における商品レビューのランキングの改善というですね、えー、記事が出ました。 でこちらに関しましては、ちょっと記事の詳細などはぜひですねご覧いただければと思うんですけれども、あこちらの記事は日本語になっております。でですね、こちらに、えー、まあ、簡単に紹介しますと、いわゆる商品レビューを扱っているコンテンツについての、まあ、あのランキングの改善を行いましたよという、過去1年間の皆様からのいろいろなフィードバックを聞いて、それをまたあの、アルゴリズムに反映させたあの変更を行いましたというアナウンスをしております。で あの大事なところは、現在のところ、こちらまだ英語のみのローンチーとなっておりますが、将来的にさまざまな言語をでのローンチーを予定しておりますので、ぜひですね、今のうちにまあ目を通しておいていただいて、内容的にもそんなになんですかね、難しい、サイトにもよるかなと思うんですけれども、やっぱりユーザーから信頼を得るためにはどうすればよいか。ユーザーザが 安心してまあ、その情報を信頼するためにはどうすべきかみたいなところをですね簡単にまとめてあるような記事もいくつかご用意しておりますのでその辺をですねまあ、一通り見ておいていただいてサイトが合致しているかどうかなと今のうちから、えー、確認していただくといい,いいのではないかなと思いますはい記事にそのこの、えー、ブログの記事からいろいろなところにリンクが貼ってありますのでぜひご覧いただければと思います そして2つ目が春のクリーンナップということで URL パラメーターツールがえーまあ簡単に言うと廃止になりますという話です。こちらに関しましてはいろいろなあの時の流れもありまして URL パラメーターツールの有用性が下がったと申しますか。実際に皆さんにとってもあのそんなに重要なツールではなくなったというデータもあり、まあ あの実際の利用率も低,く低いということもあって、こちらですね、廃止されることになりましたので、もし今まだご利用されている方は違う形で、ああパラメーターなどの整理をしていただくと良いかなと思いますという記事になっていますので、ぜひ一度あのご覧いただければと思います。はい、そしてですね、もう一つ、こちらまだ出たばかりで、まだ英語のままなんですけれども、w e b スパムレポート2 0 2 1 というですね、まず、あ、o g l e の、えー、ウェブスパム対策にの去年のウェブスパム対策についての記事が出ました。ぜひですね、まあえーまあ、皆様からいろいろなフィードバックをいただきますが、まあ、Google として、まあ、検索関連のスパムに対してこういった取り組みを行っているという最新情報となります。まあ、簡単にご紹介しますと、まああのまあ、いくつかご紹介しますと、例えばスパムをキャッチしている、えー 量というのも例えば僕らがスパム対策を始めた、まあ、その時僕はいなかったですけど、えー、20年ぐらい前と比べると200倍ぐらいのスパムをキャッチできるようになったっていう話ですとか、あとですね、多分あの名称は初めて言及したのではないかなと思うんですけれども、このスパム対策に利用している AI をスパムブレインと呼んでいるんですけれども、スパムブレイン について、まあ、いくつかご紹介しておりますと、2018年にオンチされた、まあ、スパムブレインが、例えばあのすごく性能が高く、ま,あ2018えー、違います2020年、おととしと比べても去年は6倍以上のスパムをキャッチすることができるようになりましたですとか、そういったいろいろな情報がありますので、えー、皆さんが安心して、あえー、この場合の皆さんはユーザーの皆さんが安心して、えー、検索を使っていただけるように、ウェブスパムを 対策もきちんと行っておりますのでぜひご覧いただければと思いますはいありがとうございますありがとうございますそれでは検索についての質問に移っていきたいと思います本日はですね20問を超える質問をいただいておりますのでえー、っとできるだけスムーズにあの回答していけたらいいかなと思っております、はい、よろしくお願いします,ますはい、はい では、一つ目のご質問に移りましょう。URL パラメーターツール廃止のブログ記事に関するご質問をいただいております。URL パラメーターツール廃止のページに書かれていました、実際 URL パラメーターツールで現在指定されているパラメータ設定のうち、クロールに役立つのは約1%のみです。の意味がよくわかりませんでした。 この1%の中身について、詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。例えば、100個設定していたら採用されるのは1個だけという意味でしょうか。とのことです、こちら、いかがでしょうか。はい、えーと、そうですね、こちらに関しましてはですね、あのまあ、ちょっとあのスクリーンショットを抜粋してきていますので、こちらをまあご覧いただければと思うんですけど、先ほどご紹介しましたこの記事の中で、えー、この部分にクロールに役立つのは1%、約1%のみですと書いてあります。 でここの,、まあ、あの解釈についてのご質問なんですけれども、まあ、簡単に今、えっと、ちょっとご質問の文言ですと,、えーとですね、この100個設定していたら採用されるのは1個だけという意味でしょうかというご質問についてお答えします,と,、えーますと,えっと、違いますと、そういうニュアンスではなくて、ですねあの、まあ、結果的に100個設定したとしても使あの、意味があるのが1つぐらいであるというようなニュアンスです。 でそれをもうちょっと具体的に説明しますとまああの実際に以前はですねやっぱパラメータウ Web がもう少し荒削りだった時代と申しますか10年前15年前とかはやっぱパラメータの使い方が本当に例えばデベロッパーによって人それぞれであったりあのまあセッション ID みたいなものが本当にたくさんもっとあのランダムな形でウェブ上にあふれえっているような中で実際にその URL を あの一つ一つどのパラメータが有用な URL なのかというのを、えー、特定するのが、少なくとも Google 側が特定するのは難しい状況でした。で、そういった状況でこのパラメータツールは非常に役立ったんですけれども、その後、ウェブがどんどん発展していく中で、実際に現在では、この皆さんが設定している中で、それがなくても Google が、えー、検出できたものが99%あると。 逆に言うと、この URL パラメーターツールによって理解できた部分っての、ね、は1%しかなかったということで、ほとんど、まあ、この99%ほとんどと言っていいのかと思ったらちょっと議論があるかもしれないですが、えー、のケースでは、まあ、あのなくても大丈夫だったということで、という意味です。はいぜひあのもう一度あの読み返し,していただいて、ご理解いただけるといいなと思います。なので、の Google 側が100個のうち1個しか使わない。 あの、google 側のえっと恣意的な判断で1個しか使わなかったよ。っていう意味ではなくて、実際にあのそのぐらいしか、実際にあの後の項目は設定されなくても、google 側で自動的に検出できていましたよ。ということですと。とはい。ということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。新規サイトが安定するまでに関するご質問をいただいております。初心者質問です。 一般的に SEO で新規記事を追加して、順位が出てくるまでにおおよそ3か月かかるといいますが、なぜ3か月なのですかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えーと、そうですね、このなぜ3か月なんですかっていうのを、えーまあ、僕らが多分ん、Google 側が3か月ぐらいかかりますといったことはあのないのではないかなと思いますので。あの まあちょっとあのその3ヶ月かかると言ってる方に聞いていただくのがやっぱり一番いいのかなと思いつつもとはいえ,あのまあ僕,らがえ僕が言えることがいくつかあるのでちょっとお答え,お答えというかコメントしたいなと思いますでまずやっぱりあの検索の仕組みをご,ご存じない方からしますと Web を作ったっていうだけでも検索には絶対登録されているはずだと思う方もやっぱりいらっしゃると思うんですけれどもやっぱり Web の検索結果に皆さんのサイトが表示されるためには 例えば、Google がそもそもそのサイトの存在を知る必要がありますし、知った後もクロールしてデータを取得してきて、インデックスを作り、データを整理して、そして最終的にその後、ようやく検索結果に配信されるというプロセスが必要となります。ですので、そうした期間がえまあいくらかかりますと。で、この期間がどのぐらいかかるかというのは本当にサイトそれぞれでまあすぐ、 まあ、配信されるようなサイトのケースもあれば、実際に発見するのにものすごく時間がかかって、えー、なかなか配信されないケース、または、えー、発見はされたんだけれども、まあ、例えば実際に検索結果に配信されるまでに、やっぱりいろいろな理由から時間がかかるようなケースと、さまざまなケースがありますので、まあ、皆さんの体感として大体それが3ヶ月ぐらいということなのかなと思います。 であとですね、まあ、順位が出てくるまでにというところのニュアンスのところもあるかなと思うんですけれども、実際に新しいサイトというのは、例えば外部からの評価、例えばリンクであったり、何か言及されている情報であったりといったものもほとんどないようなケースが多いと思いますので、そういった中で、サイトのコンテンツだけで実際にそのサイトのランキングがどのぐらいのものであろうかと判断するというのは、なかなか難しいところがあります。ですので、 えーまあ、実際にそのサイトが、えーまあ、良いサイトか何か分からない状態で、まあ、検索結果にそのまま出ないこともなかなか出にくいこともあると思いますのでそうした意味からも、まあ、実際に、まあ、検索結果に表示されるまでに若干時間がかかるというようなニュアンスはあるかなと思います。はい、えー、ちょっと僕が言えることとしてはまあこんなもんかなと思います。 あありりががととううごござざいいまますすそれでは続いてのご質問に移りましょう。サイトがインデックスされない件に関するご質問をいただいております。私は Web デザイナーで、クライアントの新規コーポレートサイトを制作し、アップしたのですが、2ヶ月近くインデックスされません。Search Console でサイトマップを追加しても、サイトマップを読み込めませんでしたとなります。 サイトマップは Google のヘルプから飛んだオンラインサービスやその他いくつかの有名なサービスで作成したものを何度試しても同じです。Search Console のサイトマップを開くで問題なく表示されます。また公開 URL をテスト では、えー、URL はインデックスに登録できますとなります。カバレッジは URL が Google に認識されていませんで、えー、検出、インデックス、未登録の状態です。えー、サイトはあ内容が少ないため、トップページとメールフォーム PHP でページ間リンクがない上、更新もほぼないため、クロールされにくい構成なのは否めません。また、SNS の利用は考えていないので、外部リンクが少ないこともあります。 こちらでできることとして、社名で検索して表示される Google の情報枠のウェブサイトにまあ登録してみましたあとのことですが、あこちらいいかかがででしょうか、はいえー、とそうはそすねこちらに関しましては、まさにまあ今ちょっと一つ前のご質問でお話しした、まあえー、検出は Google が検出はしているんだけれども、おそらくあの、まあ、なかなか検索結果には表示されていないようなケースかなと思いますと。とでですね、まあ 実際に、具体的なコメントはちょっと難しいところもあるんですが、今言えることがあるとすると、やっぱりすべてのサイトをやはり今、グーグルが即時にまあインデックスしているわけではないというところで、サイトを作りました、そしてまあ次のステップとしては、やっぱりそのサイトを,サイトをプロモート、宣伝するような場面に来ているかなと思います。 ですので、例えばあの SEO スターターガイドというものがあるんですけども、その SEO スターターガイドなんかを見ていただきますと、ウェブサイトを宣伝するというところで、ああ予定はないという話だったんですけれども、例えばソーシャルメディアを利用するですとか、あとサイト関連のまあコミュニティのユーザーにアプローチするですとか、そういったいろいろなあの方法はあると思いますし、他にも例えば、もし、 あの既存のお客様ですとか、そういった方々にサイトがローンチしましたという情報をお送りするですとか、いろいろなできることはあると思いますので、検索のためにというよりは、やっぱりサイトを適切に運営していく中で、実際にそのサイトの有用性みたいなものが、Google に伝わり、いずれインデックスされていくであろうと思いますので、可能性が高まると思いますので、ぜひですねそういったことをまあ一つ一つ行っていただくといいかなと思います。 であとちょっとあのよく分からなかった点としては、結構なあの、まあ、ビジネス系のサイトかなと思ったんですけれども、まあ、今回初めて作られたのか、サイトの移転なのかというのはちょっと分からなかったんですが、もしサイトの移転であったような場合には、やっぱりサイトの移転の手続きを適切にされていたのかどうかということは、若干ちょっと気になるかなと思います。ただ、あと1点ですね、やっぱりあのサイトマップが読み込めなかったというのは、少し気になりますと。 でちょっとそこは僕らにも分からない部分がありますので、おそらくそのサイトマップが読み込めなかった、何かサーバー上の何かが原因なのか、サイトマップ自体が適切でないのか、少しちょっとよく分からないですけれども、何かえお使いいただいている、利用されているサーバーに何かあの問題があるのかもしれませんので、そういったところを調べていただくと良いかなと思います。 ありがとうございます。ありがとうございますそれでは続いてのご質問に移りましょう。Google サイトがインデックスされない件いただいております。Google サイトで作成したサイトがインデックスをリクエストしても検索できるようになりません。登録して半年ほど経過しています。リクエストして2ヶ月程度経過しています。とのことです。こちらいかがでしょうか。 はいえとそうですね今回、ですねこのえまあ Google サイト関連のまあインデックスされないというご質問をまたいくつかいただきまして、こちら、ですね担当チームにはえ報告しましたので、何かあのご報告できることがあるかっていうと、ちょっと難しいか,かなと思うんですけれども、こちら、何か改善できるように努めたいと思いいますはいありがとうございます。 ありがとうございます、えー。それでは続いてのご質問に移りましょう。ロボットとテキストでディスアローした際の挙動に関するご質問をいただいております。えー、前回、ロボットとテキストのお質問をさせていただいたものです、えー。ありがとうございました。そして、えー、1点、前回のお話を踏まえて教えていただきたいのですが、前回のお話で理解したことは、Google はクロールしなくても URL を発見するケースがあるということです、えー。では具体的にどういう時にクロール以外で URL を発見するのでしょうかこの質問の背景としてですね、この方の一緒に働いていらっしゃるエンジニアの方になぜクロールブロックをしているのにノーインデックスを入れる必要があるのだと聞かれた際にしっかり彼らが納得できるようにクロールブロックしていてもこういう場合に URL が発見される可能性があるからその場合インデックス可能性がインデックスされる可能性があるのだということを伝えたいためですとのことですがこちらいかがでしょうか。 はい、えー、とそうですねこちらに関しましては、ちょっとまたいくつかコメントしたい点があるんですけれども、まずショートアンサー、まあ、ご質問に直接お答えすると、えー、具体的にどういう時に Google はまあクロール以外で URL を発見するのでしょうかというご質問については、まあ、簡単に申しますと、例えば、サーチコンソールに登録されたもサイトマップであったり、えーまあ、実際にウェブ上のページから、そのページへリンクが貼られていたような。 ケースでまあリンクを辿っていく中であるウェブページの中にあるリンクそのページへのリンクを発見することでそのページの存在を知ることができますというのがまあショートアンサーかなと思いますでですねまあちょっといくつかコメントをちょっとみ簡単にしたいと思うんですけれどもあのななんとなくですねいろいろなご質問をいただいてるんですがもうもうだいぶ結論には近づいてるのかもしれないですけれどもなんとなくですねあの根本的な問題を多分お伝えいただくのが あのそこに対してコメントできるからなんか直接的で良いかなってちょっと思いましたのでもし今何か具体的にお困りの点があるのでしたらそれをお伝えいただけると嬉しいなと思いますと。でですねその上であの例えばちょっと誤解があるかなと思うのは例えばクロールしなくても URL を発見するケースがあるっていうようなコメントなんですけれどもちょっとここも順番が逆でですねあの発見してからクロールしますのでクロールしたくても発見できるっていうのは えと大抵のケースはクロールしないで発見するんですね。ですので、あのちょっともう一度ですね、あのまあ、僕の前回の動画がというよりは、なんか Google の検索の仕組みみたいなドキュメントがですね、Google の公式のものがたくさん出てますので、そういったものを今一度ちょっと軽く読んでいただくと良いかなと思いますというのが一つで。もう一つですね最後のののエンジニアの方の コメントのところで、なぜクロールブロックしているのにノーインデックスを入れる必要があるのかというところは、ある意味ちょっとですねまとえていて、ですねここは、もし既存のページがもすでにインデックスさせたくないページがあのインデックスされている場合には、クロールディスアローしているにもかかわらずノーインデックスを入れても、実はあの検索結果から外れないんですね。検索結果から、インデックスから外すことはできません。なぜかというと、クロール できないからですと。それはディスアローしているからです。ですので、もし既存のページ、既存のページがインデックスされていることが問題でしたら、そのディスアローを一度解除していただいて、ノーインデックスを入れて、そのページをクロールさせて、そしてそのページが検索結果から消えますので、そういった手続きは必要となります。ということなので、もし何か今回の説明を聞いて、まだ何かご質問がある場合には、具体的に困っている点を まあお送りいただけるとあの合わせてお送りいただけると嬉しいなと思いますはいありがとうございますありがとうございます、えー、ここでですね3分の1ほど時間経っておりますのでまあ回答としてはいいペースかなと思います,いますはいありがとうございますでは続いてのご質問に移りましょう JavaScript でのディスプレイの制御の扱いに関してえご質問いただいております 前回 JavaScript のクリップ、クリックイベントを使って CSS のディスプレイのを解除するコンテンツは Google の評価対象として認識されますでしょうかあを質問したものです。前回はありがとうございました。ちょっと説明不足だったりとか、あのー、誤解を生んでしまった点とかがあったかもしれないので、ここでもう一度あのご紹介できるといいかなと思います。で、えー、この質問はですね、質問,者,質問者さんの中では、まあ、念のための質問で、えー、予想していた内容 ととと回答が逆だだったためにもう一度確認ささせてくださいとのことです、まあ、状況としては、ローの HTML には評価してもらいたい要素が書かれていて、まあ、Google はそれを HTML として認識できている。その要素にはディスプレイノームが施されていり、 施されており、Google はそれも認識できている。ディスプレイのを解除するには JS のクリックイベントが必要だが、Google のクリックイベントは実行できない。このような状況では、検査ツールの結果を見ただけでは評価対象になるかどうかは判断できず、Google 側がそれをどう解釈するのかの決め手、決めの問題を知っている必要があったため、質問させていただきました。 えー、私としては世界中のウェブサイトでこのような実装を多く見ているため、えー、この実装でも Google は問題なく要素を評価対象にするのかと思い込んでいたのですが、まあ、なんとなくモヤモヤしていたので質問しました。 この実装では Google は P タグ内の評価対象としないのでしょうかもし評価対象とならない場合、デフォルトで要素を隠しつつ、ユーザーがクリックしたときだけ要素を見せたい場合は、どのような処理を施すのが良いですかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えっと、ご質問ありがとうございます。こちらですね、こちらの問題を、ご質問を今回いただいて初めて、 前回の,あの、えー、と私の回答がですね、一部間違っておりました。で、そこをご指摘いただいて、あの本当にありがとうございますと。でえっ、ー、と、まあ、間違えていたんですが、まあ、理由としてやっぱり勘違いしてコメントしてまして、多分、動画を見ていると気づいた方がいらっしゃるかもしれないですけど、言ってることが若干矛盾しててですね、あの、 まあ、事実は変わらないんですね。基本的には、えー、とクローラーの内容を、えー、と認識内容というのは URL 検査ツールで確認していただいて、もしそれがもう認識されている、レンダリングされているような状況であれば、その状況というのは基本的な検索結果の、えー、とに表示されうる情報であるということです。であともう1つはクリックイベントを実行しないというところが、まあ、前回、あの 明確にあの肯定したたところだったんでですけれどもでご質問を読み違えていたのは読み違えていて、ですねあのこのディスプレイノンを解除するというよりは、何かのこのクリックイベントによって何か別のファイルを読み込むようなあのタイプの,あのクリックイベントを前提としてあの回答してたんですね。ですので、あのもやもやさせてしまったのが。 本当に申し訳ないんですけれどもあの、このご質問いただいたご質問者様の,あのもやもやによって、前回のちょっと誤りがはっきりして、ちょっとあの本当にありがたいなと思います。ですので、改めて、えー、事実としては、まあ、クリックイベントは実行しませんと。ただ、クローラーの認識内容というのは URL 検査ツールでご確認いただけますと。で、まあ、URL 検査ツールですでにも読み込まれているものが、例えば実際には、 ユーザーには見えるか見えないかということはあまり問題ではなくて、実際にもうそこが読み込まれてレンダリングされているものに関しては、検索結果の表示対象になりうるので、と思っていただいて大丈夫だと思います。ただ、もし何かそれのケースでうまくいかないようなケースがありましたら、またご質問いただければと思います。前回のちなみに動画は、その該当箇所についてはすでに訂正済みとなっております。はい。というわけで、ご質問ありがとうございました。 ありがとうございました。それでは続いてのご質問に移りましょう。301リダイレクトの評価引き継ぎに関するご質問をいただいております。301リダイレクトについて1点質問です。1年程度リダイレクトを実施することでページの評価が旧 u r l から新 URL へ移行する旨理解しました。質問は外部サイトから旧 u r l に対して貼られている非リンクについてです。 えー、リダイレクト廃止後も、そちらは新 URL に対するリンクだとして、えー、評価が引き継がれるという認識で問題ございませんでしょうか。 サイト内リンクは新 URL へ差し替え用意ですが、外部サイトからのリンクは制御困難と考えております。また、ユーザビリティを考慮し、リダイレクトを残したい反面で、運用コストがかかることから、SEO 評価の観点からは、どう判断を下せるか困っており、質問させていただきましたとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、ご質問いただいている ちょっとショートアンサーみたいなのが難しいんですけれども、外部サイトから旧 URL に貼られている非リンク,まあリンクが新 URL に対するリンクとして評価されているかというとちょっとニュアンスが違うかなと思うので、これは肯定できないんですけれども、ただあの旧 URL、旧サイトに対して貼られているリンクがの評価が新しいサイトにも移転しているかというと、イエスなんですね。なので、 多分聞きたいポイントとしてはイエスだと思います。ですが、なので、す、え、で、ー、に旧サイトに来ていたリンクの効果というのはもう301のリダイレクトが1年以上適切にされていた場合にはもう問題ないので、あの旧サイトのをから新サイトへのリダイレクトを解除していただいても大丈夫なんですけれども、その観点では。ただ、実際にユーザーが別、その 旧サイトへ貼っていたあの、リンクを貼っていたページから、えー、訪れようとしたときには、404、404ではないですね、そこのページがなくなってしまうので、あの何らかのまた別のサイトに飛んでしまうか、えーまあえー、何かリンクのないあの、その時のサーバーの状態によって、まだ何らかのステータスコードが変えると思うんですけれども、少なくとも探していた情報にはたどり着けない情報状況にはなってしまいますので、まあ 外部のサイトはやっぱり制御が困難とはいえ、やはりあの多分いろいろなアクセス解析ツールなどをまあ利用することで、例えばどこのサイトからたくさん来てるかみたいなことですとか、何かあの、サーチコンソールのまあリンクツールなども、リンクレポートのご確認いただくことで、実際にあのリンクの内容をいろいろ確認することはできると思いますので、そういったものを確認しながら、 まああの影響の大きそうなサイトはいくつか連絡してみてリンクを変えていただいたりしても良いのではないかなと思いますはいありがとうございますはいありがとうございますそれでは続いてのご質問に移りましょうサーバー障害の検索順位の影響に関するご質問をいただいておりますえ3月16日深夜の震災で ウェブサイトのサーバー管理会社に大規模な紹介が発生しました。具体的には丸1日以上 Google 検索からサイトにアクセスしても繋がらない状態となっていました。これは今後の検索順位に関係してくるものなのでしょうかご教示いただけますと、個、えー、人でございますとのことです。こちらいかがでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね。まああのーまあ、具体的な影響っていうのが、実際にその時何を されていたのかみたいな細かい話もあるかなと思うので、一概には言えないですけれども、一般,一般論としてまずお答えしますと、そうした短期的なサーバーの障害が長期的に検索に影響を与えるということはまああのまあ通常ないんではないかなと思います。ですので、特に問題はないかなと思います。ただ、もしその障害の影響でその時に行っていた何か更新情報などが実際適切に更新されていなかったみたいなことも 起こりうるかなと思いますので、そういったものに関しては、影響が発生する可能性がありますので、確認されると良いかなと思いいますはい、ありがとうございます。 はい。ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。部分的なリダイレクト後、流入数が回復しない件に関するご質問をいただいております。元 URL から新ドメイン URL、部分的にリダイレクトをワードプレスで設定しました。3ヶ月経過しましたが、流入数が,流入数が回復しません。元 URL の www ありなしは正規化しています。内部リンクを旧ドメインから新ドメインへ変える、リダイレクトを を2位から3にするなど、少しずつ修正はしたものの、あまり変化がないようです。リダイレクトを解除して、旧ドメインに戻しても、以前の状態に戻るかどうか不明なようなので、具体的なアドバイスをいただければ助かりますとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、そうですね、こちらに関しては、ちょっとやっぱりあの、まあ、コメントが、えー、一つ一つコメントしていきたいと思うんですけれども、やっぱりまずあの、 サイトを分割したということですのでまあ通常の移転というよりは分割に近いかなと思いますのでまずあの発想としては何ですかねこの流入数が回復しないというその回復っていう発想が多分ですねちょっと間違っていてですねやっぱり分割してるということはいろいろなコンテンツに対する評価みたいなのが単純に あの例えば100あったものが70と30に分かれたというよりは、どちらかというと、例えば30と40に分かれたみたいな形で、まあ、一般的にはやっぱり下がることが多いだろうなと思いますので、えーまあ、下がることが多いと申しますやっぱり少なくとも変わることが多いと思いますので、やっぱり、あのーまあ、変わりますと。で、その中で、まあえー、適切に例えばリダイレクトですとか、そういったものがされて、 いたのであればえー、まあまだ多少、ですかねその影響というのは少なくともあの防げたかなと思いつつも、今回のケースですと、おそらく、まあ、リダイレクトはされてるんですよね。リダイレクトはされている中で、まあ、でもやっぱりサイトの構造が大きく変わったというところで、実際にあのやっぱり順位は大きく変動は、ああ順位というか。 まあ、トラフィックの変動というのはやっぱあったのだろうなと思いますというのがまず状況に対してのコメントですと。で、えー、基本的にですね、やっぱりですのであの、あとはやっぱりビジネス上の判断になってくると思いますので、この状況で、まあ、僕がお勧めするのはもう何らかの理由があってこう分割されたと思うので、この状況であの適切に運営されていって、そしてその新しいサイトの評価が高まるように。 頑張るのが良いのではないかなと思うんですけれども、やっぱりそれが待てないというようなビジネス上の判断があるのでしたら、元に戻されるのも一つの手ではないかなとは思います。ただ、やっぱりその後も、Google のアルゴリズムというのはやっぱりどん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 あの変化しておりますので、以前と同じ状況に戻るという保証というのは誰にもできませんので、そういった意味では、実際に将来的に長い目で見た上で、どちらが あのユーザー的に望ましいかというところにで判断されるのが良いのではないかなと思います。はい、えー、以上となります。ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。サイトマップが登録されない件に関してご質問いただいております。サーチコンソールで XML サイトマップを送信し、カバレッジではサイトマップのステータスは成功と出ますし、検出された URL 数も正常です。 しかし、インデックスされたページはすべてサイトマップ該当なしとなり、インデックスされるまでにかなり時間がかかります。この状況を改善したいです。まだ1年未満の新しいサイトで、昨年夏から XML サイトマップを送っていますが、これが登録されたことは一度もないですとのことです。こちら、ワードプレス上で運営しているそうで、具体的な URL もいただいておりましたが、いかがでしょうか はい、えー、とそうですね、こちらは、えーとまあ、確認した範囲では、ですねサイトマップの登録というもの自体は、えーと、特に問題がないように思われます。ですので、えー、サーチコンソールの、まあ、サイトマップのレポートなどをご確認いただければと思うんですけれども、まあ、特にエラーなども出てないと思いますし、な、えー、何ですかね。えーと 認識を、Search c o がサイトマップを認識していることがご確認いただけると思います。ですので、ちょっとどの点でサイトマップが登録されないというご判断されたのかちょっと分からないですけれども、まあえその一方で URL カバレッジレポートを、インデックスカバレッジレポートを見ますと、実際に登録されているサイトマップから送っている URL のページのいくつかが、 あのまあ、インデックスはされているけれども、サイトマップでは送っていないというステータスになっていたので、まあ、そこが問題なのかなとは思います。で、その表示については、明らかにサーチコンソールの方に違和感がありますので、よかったらですね、そうした場合に、あのサーチコンソールのフィードバックを送信という機能が左下の方にあると思いますので、そちらから、ここのサ,ーサ,ーチ、えー、サイトマップではきちんと送って Google はきちんとサイトマップを認識しているにもかかわらず、このページはあのサイトマップで送っていないと出るんですけれども、これはあのどちらが正しいんでしょうかみたいな形でですね、できれば英語で、もしできなければ日本語で、でもテキ,ストテキストデータで送っていただけるといいかなと思います。スクリーンショットも含められると思うので、スクリーンショットプラス テキストで。で、なぜテキストかというと担当者が Google Translate を使って内容を把握しようとするので、ぜひテキストデータを使ってご質問いただければと思います。はい。ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。URL 検査ツールライブテストでのエラーに関するご質問いただいております。Search Console の URL 検査ツールについてライブテストを行うとその他のエラーによって画像やスクリプトが読み込まれないことがあります。ロボットとテキストによるブロックは行っておらず心当たりがないのですが、どのような原因によるものなのでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか はい、えー、そうですね、こちらに関しましては、まあ、具体的な URL などはいただいておりませんので、まあ、一般論でお答えしますとあの、そのエラーの内容が何らかのスクリプトなどはあの、ちょっと細かく理由が書いてあると思いますので、ぜひそちらをご覧まずご覧いただくのが良いかなと思いますで。やっぱり画像が読み込まれなかったみたいなケースは、やっぱりいろいろなケースが考えられますので、そこは一概に A です、B ですみたいな感じでお答えするのはちょっと難しいかなと思うんですけれども、何かサーバーに負荷がかかっていないかですとか、何かそうした Google のクローラーを排除するような設定になっていないかですとか、あ,あとは何かあの画像が、極端に重い画像がたくさんありすぎて、やっぱり読み込みに時間がかかってるですとか、何かそういったことがないかですとか、そういったことをまあ確認していただくのが良いかなと思います。 まあちょっとあの一般論でもうお答えしにくいんですが基本的にはスクリプト系はとにかくあのエラーメッセージが何らかのメッセージが出てるんではないかなと思いますのでその辺を読んで確認していただくとよいかなと思いますはいありがとうございますはいありがとうございます、えー、ここまでで40分ほど経過しましたが残り検索パートが6問ということで <laughs> まあいいペースかなと思いますので,いいですかはいこのまま続けていかれたらと思いますわかりました では、続いてのご質問に移りましょう。サーチコンソールにおける非リンクの表示に関するご質問をいただいております。私が運営しているサイトのページに、とあるページより非リンクを貼っていただいているのですが、このページにリンクしている上位のサイトに、その URL が表示されていません。考えられる原因は何でしょうかまた、サーチコンソールに表示されていないということは、非リンクとしての効果はないのでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですね、こちらは具体的な URL もいただいておりまして、あのまあ、確認はしましたと。で、言えることがあるとするとですね、まあえー、非常に珍しいケースだなと正直思いました。あんまりこういうケースは見たことないなと思いつつも、ただあの、まあ、言えることがあるとすると、まあ、実際にこの Search Console すべての URL を、まあ、リンクを表示しているわけではないので、まあ、そこから 単純に漏れているんだなと思っていただくのが良いかなと思いますで、実際にまあリンクとしての効果があるかないかですとか、そういったことについては特にコメントできることはないかなと思います。はい。まあ、あとちょっとあの補足的に付け加えておきますと、まあ、リンク自体はあの非常にあの人為的な感じではなくて、まあ、あの コンテンツに普通にリンクされている、あるトピックについてされているサイトであったので、まあ,あ、ニュアンス的に何か、あの、自認的に設置したみたいな感じにも取られる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、そういった感じではなかったです。はい。すみません。あの、ですので、すべてのリンクを表示しているわけではないので、その表示されていないこと自体は、問題とは言えないというのが、まあ、回答となります。はい。ありがとうございます。はい。 ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。フレキシブルサンプリングを EC サイトで実装する際のご質問をいただいております。えー、以下3点。えー、1点目、フレキシブルサンプリングをニュースサイト、サブスクリプション以外のコンテンツで使用することは可能でしょうかある製品の物販を行っており、1、ユーザー観点では EC サイトにおいてログイン前ユーザーには製品ページの一部だけを表示し、ログイン後のユーザーには製品ページ全てを閲覧できるように したいそして2、Googlebot 観点では製品ページすべてを閲覧させ、えー、製品、詳細情報に関連するキーワードで上位表示させたい、えー。この場合、クローキングを避けるためにフレクシブルサンプリングを使用することは可能でしょうか。そして2点目、フレクシブルサンプリングの使用が可能である場合、構造化データ,マーデータのマークアップは EC サイトに最適なものが存在しないため、Web ページを使用するという認識でよろしいでしょうか。 そして、最後に参考までにフレキシブルサンプリングを実装しているサイトを教えてくださいとのことです、えー、こちらいかがでしょうか。はい、えーとそうですね。まあ、ショートアンサーとしてはえー、1と2はまあそれで良いのではないでしょうか。ということですかね。まあ,あの、本来の使い方ではないのは使い方ではないので、まあ、ちょっとごめん。ニュアンスが難しいですが、よろしいでしょうか？というのでは大丈夫だと思います ただですね、で、3番目については、僕らがここのサイトですということをちょっとお勧めするのも、ちょっとはばかられますので、ぜひ探してみてくださいっていうのが、すいません、えっと、こちらお力になれなくて申し訳ないですが、探してみてください。とただ、あと、1つだけコメントしておきますと、やっぱりフレキシブルサンプリングなどの,あの根本的な思想的には、もう、そうした、えっとですね、まあ、あの、インデックスはするけれども、ユーザーには、あの、 ログインしてないユーザーには見せないというものが本来的な思想ではなくて逆にそういった方にやっぱりお試し的に例えば最初の少しだけの分量は見せてあげるですとか何ページかはあのあのいくらかの何ページか見せてあげるですとかそういった形でまああのお試しいただくことで実際にサイトに登録したりですとかそういったものにつなげていくようなことが本来の 目的ですので、実際に何も見せないってな、実際検査結果にあったけれども、実際に行ってみたらログインが必要であった、登録が必要であったみたいなことになった時の、あのユーザーに与える影響みたいなものはあの真剣に考慮した上えで、されてるとは思うんですけれども、検討されると良いかなと思います。もともとの思想としては全然あのそ,うそちら側のそういった目的であったものではないんですけれども、 歴史的な流れで、そうした非公開のコンテンツの中にも有益なコンテンツがたくさんあることから、実際にそうした1ページも見せなくても、それでも検索結果に表示させて、検索に表示させることで、そういうコンテンツが存在してるんだということをユーザーが知ることの方が有益であるという判断が、簡単に言うとあったので、こうなっているということですと。はい、ちょっと長くなりましたけれども。 でですのでまあそうしたところをよく考えていただいた上で実装を決めていただけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。サイトの他のページと一貫性のないデザインに関するご質問をいただいております。検索エンジン最適化 SEO スターターガイドにて、サイトの他のページと一貫性のないデザインを404ページで使用するのは避けるべきと書かれています。 そこでお聞きしたいのですが、サイトの他のページと一貫性のないデザインとなっている404ページが Googlebot にクロールされてしまった場合、他のページがクロールインデックスされにくくなったり、Google に過負荷状態と判断されてしまうなどの何かしら弊害が起こったりしますでしょうか。また、サイトの他のページと一貫性のないデザインとなっている404ページが、か、え、け、ー、のリンク先に載っているような検索ユーザーがサイトがなくなったあと感じてしま,してしまうぐらい ぐらいのあの404ページだった場合、何かしらの弊害が起こったりしますでしょうか？とのことです。こちらいかがでしょうか？はい、えーとそうですね。こちらに関しましては、えー、まあ、ちょっと理解の仕方としては、やっぱり同じテンプレートを利用した上で404という表示することで、例えばユーザーにとっても。 そして、Google にとっても、そのページが404なんだなっていうことが、あのまあ、デザイン上から簡単に判断できるので、分かりやすいということで、まあ、進めているものですっていうのが、まあえー、アンサーですかね。<laughs> ですのであの、こうしないと絶対にダメだというものでもないですし、何かすごいリスクが高まるというよりは、まあ、通常のケースではそうでなくても、あの例えば40、対 Google で言えば、あの ステータスコードをきちんと返していただくことで、ある程度カバーできるところはあるかなとは思うんですけれども、それでも何か特殊なデザインになっていた場合に、本当に404なのかというところは、ちょっと疑問、混乱することも起こり得るかなと思いますので、やっぱりそういった意味では、やっぱり同じテンプレートのところで、ああご利用いただくのが分かりやすくて良いのではないかなという話です。はい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます、えー。ここから3問ほどは私の方から回答させていただこうかなと思います。えー、まず1点目、えー、Core Web Vitals CLS は横へのズレをかも加算するのかどうかに関するご質問をいただいております。えー、お答えになりますが、こちらは考慮をされます、えー。次のページに、えー、具体的な公式 ありますね。公式の web.dev からのドキュメントを日本語で公開されているものがございます。そこの中でですね、あの黒くあの引っ張ったんですけど、最大の移動距離、水平方向または垂直方向のいずれかのような形で定義されておりますので、こういったところもぜひご確認いただければ内容を理解するのに役立つかなと思います。ご質問ありがとうございます。 そして次の質問。構造化データのプロパティディスクリプションに関するご質問をいただいております。ワードプレスでブログを運営していて、ブログの内容を動画にして YouTube で公開していますと。で、その中にブログの方では構造化データを作成して Google に動画の内容を送信していて、作成している構造化データはビデオオブジェクトですと。 でそこのディスクリプションの内容、どのぐらい記述すればいいのかというところで悩んでいらっしゃるというふうにご質問を理解しております。で、お答えとしてはですね、やっぱり必要と思うだけ記述してください。 というのがちょっとあの困るかもしれないんですけど、お答えになります。ビデオオブジェクトのまあ構造化データに関しては、必須のプロパティのほかにですね、コンテント URL だったりとか、エンベリット URL のプロパティを指定することもおすすめとしております。こういったプロパティを指定することで、Google があの動画のコンテンツファイルを最も効果的に取得できるようになっています。その他ですね、今後、 今、もうサポートされてはいるんですけど、ま、クリップだったり、シークトゥアクションのマークアップを記述することで、ま、Google が、あの、主な出来事を識別する助けとなりますので、ま、そのディスクリプションについてはどうか、これについてはどうか、このプロパティはどうかっていうようなところ、一つ一つ確認していただくっていうのも、ま、すごく大事なことかなとは思いますけども、あの、こういったふうに、ま、多面的にえ実装することで、ま、ユーザーの今後の検索体験え、向上するかなとは思いますので、 ぜひぜひいろいろな角度から実装してみてください。ありがとうございました。 そうですね、こちらに、あのー、検索セントラルからの, <laughs> あのドキュメントのスクリーンショットをつけています、あのー。興味ある方、ぜひ見ていただければなと思います。結構ね、日本だとコンテンツ URL まできちんとサポートされたフォーマットで実装されているサイトっていうのは少ない、まだまだ少ないかなとは思いますので、ぜひ、あのー、動画コンテンツある方、持っている方、あこ,このあたり改めて読んでいただくと、面白い発見 なんかがあるんじゃないかなと思いました。はい。 で最後の質問ですね。クロール済みインデックス未登録が続く件に関するご質問をいただいておりますえ。こちらに関して具体的な URL、サイトの情報をいただいておりまして、こちらでも確認しております。えー、ご報告ありがとうございます、まあ。担当チームに報告いたしましたので、えーと、ちょっと様子を見ていただければなと思います。また何かあお,しお伝えできるようなことがありましたら、今後のオフィスアワーなのでコミュニケーションできるといいかなと思います。 思っていますありがとうございました はい、ここまでが検索に関するもので次パブリッシャーポリシーに関するご質問に移っていきましょうまず1点目コンテンツと広告が被るのは違反になるかどうかのご質問いただいております画面右下などで「目次に戻る」などのボタンを固定表示している場合画面をスクロールしていったときにページに表示されているアドセンスの広告と「目次に戻る」ボタンがかぶって表示されてしまうことがある場合 ポリシーとととなってしししままいいいすすでででょょううかかかことですこちらがはそうですね、こちらに関しましては、やっぱりあのご操作、えー、ごクリックが発生する可能性がありますので、やっぱりポリシー違反となってしまう可能性はちょっと高いかなと思います。ですので、まあ、いろいろ回避方法というのはあるかなと思いますので、そうしたごクリックが発生しないような位置に、まあ、戻るボタンを設置するなど、まあ、対応していただけると良いかなと。 思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問、アダルトコンテンツ画像のポリシー違反に関するご質問をいただいております。アダルトコンテンツでプライバシーポリシー違反になりました。テキストではポリシー違反に該当しそうなワードはありませんでした。画像のオルトタグがブランクだったので適切なタグを設定しました。 今までは画像オルトをブランクのままにすることが多かったのですが、設定しておいた方が良いのでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね、こちらです,、ねまあ、そうですね、まずコメントからしますとですね、まあえー、このまずすみませんあの、本題じゃないところなんですけれども、このまずプライバシーポリシー違反でになりました。 って書いてあるんでそらく、そらくですね、プライバシーポリシーではなくて、何かあのパブリッシャーポリシーか、パブリッシャーあの、まあ、制限コンテンツか、どちらかの違反なのではないかなと思うんですけれども、ちょっとそこの文言、あのもし何か本当にパあのプライバシーポリシー違反として届いていた場合に、少しちょっとあの、えー、気になりますのであの、なんかメッセージがあの、翻訳が間違えてるんじゃないかなって気がしますので、ちょっとあの、えー、 その文言をそのまま僕に送っていただけると嬉しいなと思います。で、ですね本題に入りますと、えー、もしですね、やっぱりあのこれがあのそのページ、そのサイトが、やっぱりペあ、えー、とコンテンツが、画像があのポリシー違反ではないというお考えの場合には、あのそのまま、えー、レビューを、えー、と審査をあの送信していただいて、その際に、まあ、その旨を伝えいただくのがあの良いかなと思います。 でその際に、この画像のオルトテキストを適切に設定していただくことが良いかどうかという点については、もうあのオルトテキストが設定してあることは、やっぱりあのアクセシビリティ的な観点から言ってもですね、アドセンスのまあポリシーレビューと申しますか、Google がやっぱりそのコンテンツを理解するという上でも、やっぱりすごくあの助けになるなと思いますので、可能でしたらそういったものは、 え普段からあの設定される、されたほうが良いかなと思います。はい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問。広告ブロックを導入しているユーザーへの対応に関するご質問をいただいております。えー、広告ブロックを導入しているユーザーがサイトを閲覧するときに、広告ブロックの解除を依頼する旨のメッセージを表示する仕組みを考えています。えー、案1、依頼メッセージをオーバーレイさせる。案2、コンテンツを表示せず依頼メッセージのページにリダイレクト。 案3、えー、広告ブロックのユーザーを気にしない。えー、現状ですと案3をしているそうです。えー、案1、2にした場合、サイトの動作としてユーザーが簡単に閲覧できることのポリシーに違反や ユーザーの設定変更の強要クローキングに抵触する恐れはありますか現在、a d セ s e n s e のプライバシーとメッセージに広告ブロックによる損失収益の回復メッセージは出ていませんとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しましては、えー、まあ、そうですね。この広告ブロックによる損失 損,すえと損失収益の回復メッセージの実装については、おそらくまあご自身での実装を検討されているというまあご質問なんだろうなと理解しているんですけれども、こちらの機能が Google 側で提供しているまあ機能がありますので、そちらを使ってまあ実装していただくのが一番良いかなと思います。その上の上実装方法などもも多少あのご質問あるかも 知れないですた、まあ、多分それを使っていただくことで、あの多分懸念されている点っていうのは、カバーされ、カバーというか回避できるのではないかなと思いますので、またその上で何かご質問ありましたら、またご質問いただければと思います。はい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。こちら、最後の質問に移りましょうお。特定のソースからのトラフィックに関するご質問いただいております。Twitter にサイトの告知を行ったところ、無効なトラフィックで広告配信が停止されました。停止されたときは、ほぼ Twitter からの流入でした。あこれが特定のソースからのトラフィック発生と見なされたことで、a ド d s e n s e プログラムポリシー違反になったと考えられますか 自然検索からの流入がほとんどないために、SNS でサイト記事の宣伝をしていますが、検索流入が増えるまで控えた方が良いでしょうかとのことです。こちらいいかかがでしょうはこちらの情報につきましてご質問につきましては、まあ、URL であったり、そうした個別の情報といただいておりませんし、まあ、実際、a d s e n s e のパブリッシャーポリシーに関する質問については、個別のサイトについての 判断などについてはお答えしていないんですけれども、まあ、その状況で、まあ、一般論としてこちらのテーマについてお答えできることをお答えしますと、やっぱりあの、まあ、一般的に、まあ、一般論として、まあ、サイトの情報を、まあ、何かソーシャルメディア、まあ、ツイッターなどを含むまあソーシャルメディアでプロモーションする、宣伝するということは、まあ、非常に一般的なことかなと思いますので、それ自体は特にあの問題はありません。ただですねやっぱり何か えー、この,あのパブリッシャーポリシーなどの、えー、行動ポリシーですとか、そういったものにあの違反するような宣伝方法とならないということをやっぱり確認していただく必要がありますと、で例えば何かサイト上に、まあ、何か変更事項、何か前回から新しい点がないにもかかわらず、繰り返し同じコンテンツを投稿するようなことというのはあの、まあ、控えていただいた方が良いかなと。 思いますしあとまあもう一つお勧めできることがあるとすると何か一つのまあチャンネル例えばツイッターなどに集中するのではなくて何かいろいろな形のソーシャルメディアを利用したりですとかもっとさまざまな宣伝まあ宣伝というとちょっとお弊がありますけれども何かあのプロモーションの方法を取られると良いかなと思います。 というのがまあちょっととりあえず言えることかなと思います。はい、えー、ご質問ありがとうございました。はい、ご質問ありがとうございました。本日もたくさんのご質問をいただいて、ちょっと1時間の中で綺麗、えー、にカバーしきれなかった部分もあるかなとは思いますので、あ思いますけど、あの皆さんご理解ごなえー、と回答に関して納得いただけてたら嬉しいなと思います。はい。はい ではあの、次回の Google ポリシーオフィサアワーですが、2022年5月26日を予定しております。早いですね、もう5月26日。ね、なんかようやく年が明けたと思ったら、もう5月なんですが、はいえーまあ、あのゴールデンウィークなど挟みますので、いろいろご質問はあの何ですかね。えーちょっと遅く 何て言えばいいんだ、皆さんがあのもうお休みに入られる方も多いと思いますので、ご質問が出てくるのはきっと5月の中旬ぐらいになってしまうかなと思うんですが、僕らも多分その頃に、えー、いろいろまとめ始めて、一気にあのいつもこの、えー、なんですかね、ご質問を整理し始めてから取るまでが1、2週間でパッと終わってしまうので、最近、まあ、その期間までにぜひですね5月の中旬ぐらいまでにいただけると取り上げられる可能性が高いかなと思いますので。 ぜひお早めにいただけると嬉しいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。えー、それでは本日の Google ポリシーオフィスアワーはここまでとさせていただきます。えー、次回のオフィスアワーは5月26日を予定していますので、ぜひこちらも見ていただければ嬉しく思います。それでは皆さん、連休は楽しんでリフレッシュしていただければなと思います。<laughs> 本日もあありりががととううごござざいいままししたた また見てくださいねそれではどうも失礼します